みなさんこんにちは、ゆうカフェのゆかです。今はね、キョンボックンっていう駅で降りて、で今サムチョンドンっていうカフェのなんていうのかな、ストリートみたいなところに行こうとしてるんですけど、多分キョンボックンじゃなくてアングっていう駅で降りた方がそっちのストリートに近いのかもしれないです。ちょっと間違っちゃったんで、今キョンボックンを抜けてそっち側に行こうと思います。それでちなみにここのキョンボックンはあの入場料があるんですけど、もしねあのハンボックってチマチョゴリをレンタルするとここの入場料が無料になるので、もしなんだろうな、ちょっと来てみたいなって方はぜひレンタルしてここ無料で行った方がここすっごい綺麗だからおすすめです。でレンタル料はだいたいどこのショップも1時間どれぐらいかな、2万ウォンとか1万5千ウォンとかそんな感じだったはずです。私も前に2回ぐらいレンタルしたことがあるんですけど、そんな感じでした。参考にどうぞ。ここはねキョンボックンの横の道なんですけど、こういう風にすごいあの私の大好きなテキスタイルの感じでインスタとか結構漏れますよ。フォトジェニックな感じなので、ここもすごい撮ってみると面白いと思いますし、あとは逆側こっち側にすごいねあのギャラリーとか、まあ、カフェとかも結構あったりとか、あとはあのさっき言ってたチマチョゴリとかを借りるレンタルショップとかもあるので、その辺もねチェックしてみると結構面白いです。こういうところはさっきのあっち側の小道、小道みたいなの入ってみると結構あの可愛いとことか、なんかすごい雰囲気あるお店だったりとかっていうのが見つけられると思います。結構、壁アートとかも有名だったりしていろいろあるので、そういう風にこう歩いててフォトジェニックなゾーンが出てきたりします。あのずっと探してたあのなんだっけ壁アートを見つけて、それで一人で頑張ってたらあのボランティアの活動してる男性が撮ってあげますかとか言って写真だけ撮ってもらったので、この辺にピンピンピンって載せておきます。あそこはねキョンボックン、さっき私が降りた駅から行くとアングっていう駅の方に歩く道にあります。なのでもし探してる方はそこで見つけてみるといいと思います。はい、
はそろそろ空港に向かわなきゃいけないので、さっきロッカーに預けてた荷物をソウル駅で取って、そこから電車で空港に向かいたいと思います。チマチョゴリ来たかったなって思ってるんですけど、また次来たらリベンジしようと思います。それではこんな感じの韓国の観光地紹介と動画になりました。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。次の動画で会いましょう。バイバーイ。あ、そしてインスタグラムとツイッターのフォロー、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではバイバーイ。アンニョン。